こんにちは。主食はお米です。新春バッドガールズにて、成人式、ペルセポネを捕獲します。他のイベント捕獲ダンジョンと、今回のイベントダンジョンの、違いは、STP を90使うダンジョンが、ないことです。60STP を使う富士急での、捕獲となりますが、正直、捕獲対象カードは柔らかいです。そのため、役構成は、フラッシュがメインとなります。某、解析の人の情報によると、カード価格率は、こんな感じだそうです。通常の捕獲よりも確率が、甘いので、クマッピーがなくてもワンチャン、捕獲可能です。クマッピーを持っていない人は、どれか一つの属性すべてに、ノーマルカードで埋めてダメージを、できるだけ与えないようにしましょう。できれば、回復の古文に、万文、などを入れて、自分たちの攻撃力を、下げましょう。まあ、デバフをしてくるので、下がってはいきますが。それでは、捕獲の様子をご覧ください。キラキラフラッシュ！ 目派のモノマネだよ！
カード化成功です。あとは、倒すだけです。
ご視聴、ありがとうございました。